はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理、中国四国地方丸2をお送りします。で、前回からね、この地方が始まって、前回はちょっと最初に、まとめというか情報と広島県をやりました。で、次はね、3つ都道府県を続けてね、やっていきます。で、今回の穴埋めは全部で10問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部説明していきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から説明の方を始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。相変わらずね、ちょっと声変なんですけど、お許しください。で、前回やった広島県はここです。ここね、ここに広島県がある。で、それの西、この B の都道府県から行きます。で、あの場所、何県か。前にもね、都道府県名やってますけど、あれは山口県です。だからまず山口県から取り上げていきます。で、山口県には秋吉台っていう場所があるんだけど、そこで石灰岩でできたホニャララ地形っていうのが有名です。で、これカタカナなんですけど、カルスト地形と言います。で、参考書とか、教科書によってはカルスト台地と書いてあるものもあります。どっちにしろね、カルスト。これがね、有名なので覚えておきましょう。これ山口県の秋吉台です。で、あとはですね、1960年代、水島、現在の倉敷市。これは山口県ではありません。今回も出てこないんですが、これ岡山県です。で、当時水島って場所があった。とか、徳山、現在の周南市です。これ山口県ね、周南市。で、などに、ホニャララが建設されました。で、当時ね、最新鋭の工場が集まって、こうしてホニャララ地域っていうのができたんです。当時ね。で、何が検出されたかっていうと、石油、化学、コンビナートって言います。石油、化学、コンビナートです。で、これが建設されてね、当時だよ。当時の最新鋭、もうね、すごいこう技術の、集まった工場が集まってたんです。で、こうして、なんとか地域。これ何かっていうと、こう、瀬戸内海のとこにできているので、瀬戸内工業地域っていうのができました。いいね。瀬戸内工業地域です。で、場所から言うと、ここがまず瀬戸内海なんです、ここ。で、そこにある工業地域なので、例えば周南市この辺なんだけど、で、岡山県こっちね、ここ。ここ一帯に工場が集まって、この瀬戸内工業地域ができました。いいかな？まずこれが B ね。ちょっとね、岡山県の情報も入ってますけどね。で、次、お隣の青の C の都道府県行きましょう。で、まずあの場所、何県かっていうと、あの場所は島根県です。島根県ね。で、島根県にまず湖があります。これ読み方、宍道湖って言います、これで。ちょっと読みにくいですけどね、宍道湖。で、場所からすると、これです。ちょっとちっちゃいから見にくいかもしれないけど、これ、宍道湖。で、ここなんかで、あるものの生産がすごく有名です。で、何かっていうと、これ、しじみです。しじみね。個人的に大好きですね、しじみね。で、生産が有名で、大田市。これ、大田って言います。大田市にあるホニャララは世界遺産に登録されています。で、何かっていうと、石に、見るに、銀の山。これ、石なんですけど、漢字は。読み方、岩です。岩見銀山と言います。いいかな？場所からするとね、大体この辺です。大体ね、中心ぐらいなんですけど、にある大田市にね、岩見銀山が世界遺産に登録されていると。で、ちなみにあれですね、全然これと関係ないですけど、島根県確かね、あれですよ、日本の美肌ランキング、肌が綺麗なランキング、確か、あれだよね、3連覇の話してるんだよね。すごい肌が綺麗な都道府県っていうんで、よくテレビで取り上げられてます。で、最後、そのまたね、お隣の D の都道府県行きます。で、あの場所は、鳥取県です。いいね、鳥取県。だから、今回出てきたのは、山口、島根、鳥取です。で、前やったのが、ここ、広島ね。かな？で、最後は鳥取県。で、鳥取県は、あるものの生産が多いです。で、これね、いろいろあるんですけど、今回ちょっとね、
自分が勝手にこれにしちゃいます。梨です。で、他にも例えばメロンとかスイカ、あとラッキョウなんかも有名ですね、鳥取は。で、まあ一番ね、鳥取といったら日本最大のホニャララがある。で、ホニャララさっき言っても書いてるんで分かりやすいですけど、これ鳥取にあるんで、そのまま鳥取砂丘です。で、これはちゃんとこの砂丘の方まで言葉きちって覚えてください。ちょっと噛んだね。鳥取砂丘の言葉まで覚えてください。で、鳥取砂丘はぜひね、画像でチェックしてほしいので、ネットかなんかで鳥取砂丘って検索してもらえれば、あとまあ教科書もね載ってるかもしれないんですけど、画像の方、あ、こういうのが砂丘なんだっていうのを見といてください。いいかな。では今回は社会の地理、中国四国地方2をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、まだまだ続きますね。まだやってない都道府県残ってますので、次回3撮りますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。